くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。20分前に起きました。くるぶしです。20時間前に起きました。くるぶしです。結構起きてますね、じゃあ。まあいきなりなんですけど、うん、入る。広島って行ったことあります？何回もある。あ、うん、そうなんだ。結構好きよ、広島は。お世話になりましたね。あ、ライブで。ライブとか、ね、俺行ったことないんですけど。お、そう、行ったことないですね、広島って。なるほど。お好み焼きしかないよ。俺大好きなジュークの岡平さんが広島の呉出身で。そういうことか。しかも呉。呉です。なるほど、うん。ずっとね、広島には憧れがあったんですけど、うん、ドン・キホーテの方で、うん、ちょっと広島のご当地、うん、スパイス、そういうご当地、なんていうのこれ、オイスターソースかな。牡蠣しかないからね、うん。あー、牡蠣いいね。牡蠣好きですか？牡蠣好き。あー、生。生が一番好きかな。何でも生がね、一番いいですからね。ね、そんな生牡蠣にも多分ね、合うんじゃないかっていう、スパイスを今日はご紹介したいなと思います。うん、それがこちらです。広島レモンスパイスレモスコ。知ってます？知らん。何々しこしこ。にしこ。今20時間と20分のね、あの時差ボケのテンションの違いがね、もうね、心拍数がね、倍ぐらい上がってますから、これはね。多分レモンのタバスコなんですかね。容易に想像のつく味や。酸っぱ辛くて美味しい。なるほど。タバスコもね、まあまあ酸っぱ辛い感じですけど、そこにさらにレモンな感じなんですね。タバスコって言えばアントニオ猪木ですからね。わかんないですけど、もうタバスコと言われたらね、もう打ち上げでビールに全部入れるっていうのをあれしかも思いつかないですけど。そんなことしてますか？真似すんなよ。2、3滴かけるだけで、うん、すっきりと辛い。おピザに、唐揚げに、牡蠣に。レモスコはザ・広島ブランドの認定品です。酸っぱ辛くて美味しい、広島レモン塩。あ、広島レモンって有名やもんね、うん。早速ね、これをちょっと食べて、うん、いきたいと思うんですけど、こちらを早速ですね、ちょっとどんな味なのか、レビューしていきたいと思います。それではいきましょう。レビュー。はい、サンキューです。いい、はい、ピザに唐揚げに牡蠣に言うてるんでね、私はこちらに今日かけていきたいと思います。つくないぐっしょ。書いてない、書いてない。ちゃんと書いてあるものをね、やんないと。書いてない、書いてない。書いてない。まあ、多分合うんじゃないかと思うんですけど、まあ、この、うん、俺らの基地の公園で売ってるもので、そうね。普通にまず食いましょうか。あ、そうね。普通にまずそうか。味わっていい。あ、そうですね。普通の俺、チョボちゃんの食レポって聞いてみたいんですよ。普通に。つくね串。いただきたいと思います。まずは。プレーンな味わいを。めっちゃいい匂いしてる。見た目よりもすっごいふわふわで、かつ、うん、やっぱりその香ってる時点でそうなんですけど、うん、タレの染み込み具合がほんとちょうどいい感じで、ちょっとピリッともしてますね。辛いのが苦手な人でも大丈夫なぐらいのピリ辛な感じで、うん、口の中で溶けてなくなる感じですね。美味しいです。お、マジな食レポですね。じゃあ俺も。おいしい。それぞれちょっとレモスコで。レモスコ。いってみますか。あげていきましょう。あげましょう。あ、見た目は完全にその黄色いタバスコですね。ちょっとグリーンがかってる気持ちになる。かわいい。めっちゃかわいい。チュンチュンとかけてみたいと思いますね。チュンチュンと。はい、チュンチュン。チュンチュン。ドゥルルッドゥルッドゥ。じゃあ3滴いかせていただきました。めっちゃいった。じゃあ広島レモスコ。めっちゃ爽やか。最初ちょっと癖あるよね。一噛み目。そう？足らんかったかな俺。タランティーノ。タランティーノ。これはうまいかもしれん。うん、うまい、うまい。ピザに
タバスコをかける海苔ではないです。おかつ、うん、あの唐揚げにレモンをかける感じでもない、うんうん、なんかそのこれレモンスコとして、うん、多分もうその独立したもの、レモンとタバスコを単純に一緒にしたって海苔じゃない感じしますね。これうまいわ、うん、合います。つくねに合わへん結構プレーンなものにかける方がいいかも、うんうん、フランクフルトめっちゃ合う。想像通りの味っちゃ想像通りかもしれんけど、うん、新しい感じ。広島に行けるよなんか合いそうなもんないですかねこれ。でも唐揚げとか合いそうやけどね。あ、唐揚げは合うね。今回はですね、レモスコ、広島レモスコ、食べてみたんです。これね、ドン・キホーテで400円しないぐらいだったと思うんですけど、あのタバスコぐらいの値段。そうね、うん、いつも在庫ピッチリあるんで、みんな買ってあげてください。ピッチリの方にピッチリも角の角まで在庫があるんで、めちゃめちゃ面白い知らない調味料って買うの怖いじゃない。結構俺は好きです。でも美味しい美味しい、うんおすすめです。あの本当に家のウインナーとかにかけても美味しいと思うんで、なんか朝食にちょっと、一言、してみたらいいんじゃないでしょうか。今回は、広島レモスコ、広島が流行る前に食べてみた、お送りしました。ありがとうございます。絶対おちんちんかけるなよ青つけるタイプですか。君がくれたのは紛れもない愛なんだ。